というわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。はい、今日のギターこちらです。エピフォンね、80年代最初の頃、国産です。後ろにね、この質で買ってるか分かるんですけど、日本ギブソンっていうね、日本ギブソン時代なんて言われてるんですけど、 PR715 というタイプです。寺田楽器製ですね。こちら非常にね評価が高い、国産のエピフォンのアコギです。ちょっと弾いてみましょうか。今ピックで、全体に状態いいんですよね。もう30年以上経ってると思うんですけども、目立った打痕傷全然ないので、すごく綺麗ですよね。ペグなんかもネックもフレットも全然状態いいです。で、気になるね、弦高なんですけども、6弦12フレット上で今これで測ってみると、なんと 2.2 低い、めちゃくちゃ低い、ナットラバー無ギスで測ります。だいたい約ですけど、43.5mm。 さあ今度は厚めのピックでこう、指でも弾いてみようか。ね、綺麗な音もしますよね。こうエピフォンなんで、この曲ですか。今夜4時入ってる暇人っていう、あ、こういうのいらないどうもすいませんでした。今全国のビートルズファンが多分この拳をこうやってるかもしれないね。ごめんなさいね。さあ、そういうことで、非常にね珍しいと思うんですよね。日本製のエピフォン、国産の PR715 という型番ですけども、お値段が、カナさん、これケース、この中古のケースですけど、ついてまして、税別お値段49,800円でございます。49,800円でございます。探すとないです。国産のエピフォンアコースティックギター、よろしかったらお電話お待ちしております。ギターフロンティアでした。ありがとうございました。